この4両編成のキハ47系か。いや、かっこいいですね。機動車の長編成っていうのが一番好きかもしれません。鹿児島中央からですね、日豊本線を北に進みまして隼人駅、ちょっと手ぶれしてすいませんが、隼人駅から肥薩線に乗り換えて、この吉松の手前栗野まで向かいます。栗野からは、山手線という路線がかつて分岐していました。代行バスが今でも運転されているのでそちらに乗ります。ただね、この肥薩線がかなり昼間の運転本数が少ないんで1時間ぐらい鹿児島中央駅で休憩です。鹿児島中央駅で1時間ほど買い物とか休憩とかをしました。ここから一区間、鹿児島駅まで鹿児島本線なんですが、そこから先日豊本線に入りまして隼人駅まで向かいます。この11時18分国分行きですね。この列車は龍ヶ水駅には停車しませんと書いてあります。鉄道マニアだったら多くの人が知ってるんじゃないかな。龍ヶ水は鹿児島市のすぐ近くにあるにもかかわらず、ほとんど利用する人がいない秘境駅の一つに数えられます。鹿児島は普通に IC カードで電車乗れるんですけれども、龍ヶ水駅だけは使えないんですよね。そういう特殊なところです。あまりにも利用者が少ないので一部の列車は通過してしまうわけですね。鹿児島中央駅には九州新幹線が乗り入れています。あれを使えば福岡市の博多駅まで、まあ、最速1時間ちょっとで行くことができるんですが、私は合計で5日がかりです。西鹿児島を出発。今回は1時間か2時間ぐらい待ちましたが、本来であれば40分ぐらいの間隔で日豊線の電車は動いております。本来鹿児島の中心市街地は、西鹿児島と鹿児島のちょうど間あたりにある天文館というところで、まあ、現在でも一番最大の繁華街になっていますが、民営化されてからは JR も鹿児島中央の駅あたりをだいぶ開発して駅ビルも大量に建てております。にしても鹿児島は都会ですね。高架の上からたくさんマンションが建っているのが見えました。だいたい4キロくらいでお隣鹿児島駅に到着。こちらの方が鹿児島の名前を名乗っていて、地元では本駅と呼ばれています。その名の通り、この鹿児島駅が鹿児島に最初にやってきた鉄道の玄関口ターミナルになっていまして、ここから私が進むのと同じ方向、北の方へ向けて鹿児島本線は本来伸びておりました。多分詳しいことは2日目にまたお話しすると思います。戦後はこの鹿児島駅ではなくて、繁華街にもっと近い西鹿児島、今の鹿児島中央が旅客駅の中心となりまして、新幹線もそちらに伸びてきましたが、貨物列車の拠点は今でもこの鹿児島駅。国鉄時代からの電気機関車が今なお活躍しております。昔はもっと駅は広大な敷地を持っていて、今走っている線路の真横にもう一本線路があります。これは駅の構内で列車の線路の場所を入れ替える引き上げ線と呼ばれる線路の名残になっています。西鹿児島と鹿児島の間だけは複線になっていました。線路が上下1本ずつ2本ある構造です。しかし日豊本線に入りますと線路は1本だけ。指宿枕崎線と同じように錦江湾と山に挟まれた狭い平地の部分を単線の線路が縫うようにして走っています。もはや平地と呼べる部分もほぼ存在しないですね。海岸線の際のところを埋め立てるようにして建設されております。今乗った列車は立ち客はほぼ出ていませんでした。鹿児島に向かうのではなく逆方向、郊外に向かうからだと思います。さっきから映っていますが、桜島がやっぱり綺麗ですね。南九州で一番綺麗な車窓は、僕は日南線でも指宿枕崎線でもなく、この日豊本線だと思っています。線路の真下には国道10号、北九州からずっと南に伸びてきている国道です。これから南の姶良市とか霧島市とか、かなり重要な北部の町と鹿児島市を結んでいるにもかかわらず、片側1車線の区間があるんですよね。鹿児島県内のみならず、宮崎とか熊本、福岡方面からやってくる物流関係のトラックもおりますので、この道は終日混雑しています。この区間の朝ラッシュについて取り上げた動画も別にございますので、よろしければご覧ください。今通過しているのが有名な秘境駅龍ヶ水駅です。鹿
児島駅からだいたい5分ぐらいでアクセスできるにもかかわらず、1日の利用者数は1桁しかおりません。まあ、鹿児島駅を出るとすぐに平地が極端に少ない区間に入りますので、まあ至極当然といえば当然です。この龍ヶ水駅についても別の動画で詳しく紹介しておりますので、よろしければご覧ください。対岸には姶良市、そしてその右手には霧島市が見えております。姶良も霧島もどちらも鹿児島のベッドタウンとして発展しておりますし、あとは特に霧島市については、あの京セラの工場があったりしてね、それ自体が一つの都市圏として機能している節もあります。この区間の最高速度は確か時速95キロだったかな。カーブが多くてそこまでは出せませんが、どんどん自動車を抜いていてかなり爽快です。鹿児島県最初の鉄道駅の一つ重富、降りたことはありませんが開業当初からの駅舎がまだ残っております。ここで反対方向の列車と行き違い、日豊本線は単線で、しかも結構隣の駅との駅間が離れていたりしますので、どうもこれ以上の増発は難しいみたいです。朝ラッシュで結構混雑しているので、もうちょっと本数増やしてほしいなと思っている地元の方も多いんじゃないでしょうか。鹿児島市と姶良市の境界を抜けると一気に平地が広がるエリアに出ます。この辺は1970年代ぐらいから住宅地としての開発が進んだようで、現在でも人口はほとんど変わらないか、むしろ微増傾向にあるみたいです。大部分の特急が停車する鹿敷駅、この駅をもって姶良市は終わりで、途中軽い峠越えを挟んで霧島市に入ります。この山越えの区間は結構まだ開発が進んでいなくて、昔ながらの田畑が広がる光景を楽しめます。霧島市に入って最初の駅が肥薩線が分岐している早戸駅、ここで小休止です。はい、普通列車で35分ほど早戸駅に到着しました。この右の十字の丸は江戸時代までこの地を支配していた薩摩藩の家紋ですね。まあ、薩摩藩は明治維新の中心的な藩の一つだったわけですが、時代を大きく遡りまして、奈良時代とか飛鳥時代ぐらいまで行きますと、実は日本ではなかったんですよね。この早戸駅、この駅名の、まあ、由来になっているのかどうかは知りませんが、この地には熊荘と呼ばれる人たちが住んでいました。またの名を早戸と言います。まさにここに紋章がありますが、まあ、こういう紋章を身にまとっていたと言われていまして、結局は大和政権との紛争に負けまして、奈良時代とか飛鳥時代ぐらいに日本の一部になります。そこからはもう完全に日本国と同化していきますね。まあ、この近くにですね、その時の早戸塚を慰めるための早戸塚という石碑が残っております。日豊本線からも見ることができますよ。ちなみにね、 JR だけではなくてバスもですね、1時間以上かけて鹿児島中央まで行ってくれる便もあります。早戸駅から歩いて7分ほどで着きました。この奥が日豊線の線路ですね。建立されたのは平安時代の後期でして、実はですね、この熊荘早戸族を祀るためのものだとはっきり書いている文献はどうもないようです。まあ、地域の言い伝えではそうなっているということみたいですね。もともとこんな感じで今とは全然違って高さもあんまりなかったそうなんですが、平成の前半に修復工事が行われまして、おそらく当時はこんな感じだっただろうという姿にまで元通りになっています。まあ、でもよく平安後期のものが残っていたなと思いますけれどもね。なんかこの横の石像とかも本州で見るのとは結構違いますよね。なんか独特な感じがします。もう平安後期なんで仏教が入ってきた頃ということで、あとお釈迦様みたいな彫刻が彫られていますね。熊沢隼人は日本に滅ぼされたというよりかは、どちらかというと同化したという方が正しくてですね、今でも宮崎や鹿児島など南九州は結構彫りが深くて若干浅黒い肌の人たちが他の地域と比べて多く見られます。それは熊沢隼人の名残とされていますね。普通の弥生人的な顔がのっぺらしていて、まあ、肌が白い人たちはどっちかというとモンゴルとかあっちが起源とされていますが、この人たちは東南アジアとか沖縄とかあちらの方がどうも由来みたいですね。もう僕も結構眉毛がこう太い方なんですが、多分その血も混じっているんだと思います。まあ、この近辺の霧島市とか隣の姶良市は結構平地が多いんですよね。鹿児島市はかなり坂が多くて、あんまり人が住む平らの土地があんまないので、電車で30分ぐらいかかるようなこちらのところまでベッドタウンが伸びてきているわけです。まあ、この辺から自動車で鹿児島市内まで出勤する場合はですね、結構道が限られてきまして、さっき映した国道15ぐらいしか無料で通れる道はないんですよ。
まあ、それで渋滞するので代わりに電車が使われて朝ラッシュの時はものすごく混雑するわけです。そちらの混雑について特集している動画もありますのでよろしければご覧ください。さてこれから乗っていくのは肥薩線です。肥薩線はですねこの真ん前に見えている山を越えていきまして鹿児島県の北部内陸部に入っていきます。確か鹿児島空港があるのもこの方向ですね。今まではずっと海岸線沿いを伝ってきましたがこれからは山の景色になります。早戸駅で正午を起こしました。次の列車肥薩線吉松行きです。肥薩線にしては珍しく1両じゃなくて2両をつないでますね。ちなみにこの霧島市には2つ神社があるんですよね。まずこの鹿児島神宮、大隅の国、まあ、昔の旧国名で一番位が高いとされた神社です。まあ、神宮ですね。でもう一つは、宮崎県との県境に近い霧島神宮です。それこそこの肥薩線の霧島温泉駅とかあとは日豊本線の特急停車駅霧島温泉駅が最寄りのところですね。多分一つの市の中に神宮が2つあるって相当珍しいんじゃないかなと思います。早戸駅を出発、たくさん線路が敷かれていますね。深夜にはたくさんの電車がこの駅で留置されます。霧島市には今見えている建物がメインではないんですけれども京セラの大きい工場があります。京セラの創業者である稲盛和夫さんが鹿児島県の出身なのでその縁かもしれませんね。肥薩線は山越えの路線、起点の早戸駅から少しずつ標高を上げていきます。これ高くなっていっているのがお分かりになりますでしょうかね。木々の隙間から霧島市の街並みが見えますがそれが進むたんびに低くなっていきます。もうこんなところまで登ってきてしまいました。加速力が低かった昔の蒸気機関車だとさぞ大変だったかと思います。まあ、現在ではエンジンの性能も高くなっていますが今乗っているオンボロの気動車では結構頑張って加速しています。かなりスピードも遅いです。ゆっくりどうにか頑張って登ってきたところにあるのが氷木山駅。実は1回降りて周りを散歩したことがあるんですけれども本当に人が少ないところで周りには5軒ぐらいしか家がなかった覚えがあります。1日の利用者数ももちろん1桁です。もうちょっと北にある盆地に入るまではこういう状態が進みます。そして結構有名な駅ですけれども加齢川駅、1900年代開業の駅舎が内装の雰囲気も含めてほぼ開業当時のまま残っていて全国から鉄道ファンの方、鉄道ファンじゃない方も含めてたくさんの観光客が訪れる駅です。一応鹿児島空港の最寄り駅にはなっているんですが歩いて50分ぐらいかかります。先ほどお話ししていた霧島温泉駅ですね。さっきの加齢川駅とともに観光列車の隼人の風が停車をしておりました。隼人の風はつい最近3月22日に運行終了してしまいましたね。駅舎の方をよく見ますと駅員さんが切符を回収する改札のラッチが有人駅時代のまま残っております。かつてこの肥薩線には急行列車とかも走っていて割と賑わっていたんですが今ではことごとく廃止されてしまいました。代わりにといってはあれですが上空を九州自動車道が走っておりまして熊本や福岡方面への高速バスもたくさん走っております。この大隅横川駅もまた開業当時の駅舎が残る数少ない駅の一つ。肥薩線は1900年代には開業してしかもその後も沿線は大きく発展することがなく駅舎を改築する必要もなかったとそういう事情もあって昔からの駅舎が残っているんだと思います。今白いガードレールのある道路が奥からこちらにやってきていますがこれがこれから乗車する山の線の廃線跡です。次の栗野駅から熊本県の水俣駅まで走っておりました。国鉄から JR になる際に今乗っている肥薩線はバスでの代行が難しいということから鉄道がそのまま残されましたが山の線の方はバス代行可能ということで残念ながら廃止されております。ちょうど山の線のプラットフォームの跡が目の前にありますね。もう今では全く使われることがなく駅も無人化されて駅員さんが入っていたスペースは幼稚園になっています。山の線の分岐駅栗野に到着です。列車はですねこの山をちょっと越えたところにある吉松駅まで運転されます。山の線の起点はこの栗野だったんですが大部分は今行った列車と同じように吉松まで運転されていたみたいですね。跨線橋の上から見るとよくわかります。これがもともとの山の線のホームでしょうね。で向こうの方に行きますとさっきも車窓から映しましたがこの道路ですね。この道路がそのまま山の線の廃線跡となっています。あちらからずっと進みまして、この
山の切れ目って言えばいいんですかね、あの円柱っぽい建物がある裏の方を山の線は通っていました。ここからは鉄道がなくなりましたので代行バスでの移動となります。山の間の盆地のところに形成された町ですけれども、結構広々してますね。てか家の数が思ったより多い印象です。代行バスを運転しているのは鹿児島のバス会社の一つ、南国交通です。この南国交通と鹿児島交通、この2つがメジャーですね。乗るのはこの大口行き14時21分発のやつですね。あ、栗のめちゃくちゃ静かなとこですね。虫の音しかしません。鹿児島県湧水町というところにあるんですが、その名前通り綺麗な水が流れてますね。駅舎の反対側にもなんか湧水があるらしいんで、ちょっと見てみます。うわー、これは綺麗だわ。こんな綺麗な水初めて見たかもしれません。湧水って言う通りをブク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 湧き出ていますね。この辺に魚が泳いでるんですけれど、なんか宙に浮かんでいるような感じがします。綺麗なのはいいですが、どうしてもね、小林みたいなのは湧いてしまいますね。いや、マジで綺麗だ。この苔がすごい気持ちよさそうに育っております。すごく見晴らしがいいところに来ました。おお、いいですね。よく見ますと、あの町の中の方にもこう水路が張られているのが分かります。おブクブク音は立てていないですが、湧き出てますね。あの周遊コースみたいなのがありまして、この竹林の中とかの自然を楽しむこともできるようになっています。足元が滑りやすいのでご注意。もうこれはいいですね。軽い時間つぶしにはマジでちょうどいいです。ここはうまいことアピールすれば結構外国人にも人気出るんじゃないですか。正直ね、今までこの湧水町って何もないとこだと思ってたんですよ。あの吉松駅を鉄道の乗り継ぎで利用する機会が多くて、吉松駅の周り結構寂れてるんですよね。その印象が強かったんですけれども、全然そんなことないですね。機会があったらぜひ皆さんも来てみた方がいいと思いますよ。時間の関係でいけないですが、肥薩線のアーチのレンガ橋梁とか、さっきの湧水の橋梁とかが、レンガ造りの非常に古いものとかもあるみたいですね。